始まりました。はい、こんにちは。はい、すいません、いきなり。はい、ね、ふみちゃんねるのふみちゃんに、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。痛いんでやめてください。やめてください。すいません。でもブレイキングダウン見てくれた方は、はい、誰かっていうのはご存知ですよね。ね、まあ、まあ、伝説の、はい、伝説を、はい、あのインパクト残せたんじゃないかなと思ってながら思ってます。私の椅子です。YouTube 見てくれてる人はね、このサイズ感すごい分かって、2人のサイズ感分かってると思うんで、どんだけ大きいかっていうのは伝わってると思うよな。そんな変わんないと思うんですけど、ね、ちなみに今体重何キロですか？220ぐらいです。やばいな。生きるんだ、しんどい。どうやってこの流れになったかっていうことをね、多分一番知りたいと思うけど、はい、TikTok にね、一応載ってるんですけど、はい、載ってるな、うん、載けてるな、うん、まあまああれね、初めはヨシとふみちゃんが友達やって、はいはい、それ聞く。それアンディには説明してなかったか。してない、してない。俺が南でアンディの店行って、うん、帰ってる途中に出会って、道端で歩いてて、うん、もうこの巨体が歩いてたインパクトや、うん、で俺思わず声かけて、うん、材料として欲しかったからさ、 TikTok だから姉を倒してください。そうで声かけたらまさかのふみちゃんで、たまたまで、ほんまたまたまなんですけど、南のあれ引っ掛け場所の近くで、そう声かけてもらって、たまたま偶然、ほんま偶然なんですよ。そっからすぐ連れてきたんです。そうなんかいきなり姉さんと戦って的なノリの真面目に、いやもうほんま僕も分からんまま来てますから。TikTok の撮れ高あるはずやと出会って外で30分ぐらい話しとって、ずっと話してて、まあね、僕もそれはやっぱ TikTok ねやってるから今一緒にねこれ話しようかなって話になって、まさかの出会いは俺のスカウトっていう。アニさんっすよ、アニさん。兄さんなら。で、戦ってって言われて、戦ったら。で、僕にボコボコにやられましたから。ちょ、ほんまこれ、ちょっと見てほしいです。TikTok 見てほしいです。強い。なんか、女性の強さってセコいっすよね。セコいっす。むしろ、あれっすね。痛かったっすけど、もうご褒美って言ってもいい。勢いかもしれないです。快感に変わってしまう。快感かもしれないですね。好きな人多分好きかもしれない。見てもらえたらちょっと分かると思うんですけど、まあ強かったですね。これは本当本戦期待っすね。ブレイキングダウンの時もめっちゃ喋ってたもんね。喋ってた。なんか救わなあかんと思って、ちょっと声かけなあかんと思って、ちょっと滑ってたかもしれない。もう一回声はかけとこうかな。やめてください、やめてください。はい、いや、一番おもろかったな。あれさ、こいつ小さいっす。TikTok か、裏側はヤンキーやね。エイリアン2期の姉、アンリことしつけアンリです。姉さん、ちょっとこいつ小さいっすわ。何が痛いっす。もうちょい行きましょう。こいつ小さいっす、姉さん。はい。あれ、マジで YouTube 見てた時も、ちっさと思って、俺も。そんな感じっすよ。なんか、すごいなと思って。緊張やっぱされてたんで、こんな姉さんっすけど、やっぱ緊張されてたんで、ちょっとほぐさなあかんなと思って、ちょっと言っちゃいました。なんか偉そうに聞こえてほしかったですけど、あのおかげでアンディよりもふみちゃんの方が目立ってたから、ね、あれはちょっといいのか悪いのかちょっとあれなんですけど、いやいや、もともと絵的にふみちゃんの方が目立ってた。すごいから、ほんまにもうありがたい話ですよ。もう画面のね、撮る幅ふみちゃんが一番でかいから。入場して見たとき、たぶんふみちゃんも女なんかなと思ってた。何もおったやろな。おるかもしれないですね。女性なんやしね、女性のわけやし。ちょっとひな壇の人びっくりしてたっすもんね。びっくりしてたよ。お前来んのみたいな。っていうか、もう入るときがすごくなかった。あー、やばかったです。もうやっぱスタッフの人にめっちゃ止められて、めっちゃ止められましたよ。ほんまに結構ガチの止められる。だって、あれ止められるっていう前提で言ったや、うん、だから、なあ、もうふみちゃん入らん手で、アンディの応援を後ろからして、頑張れよ、頑張れよとか言って、俺ら、行くぞーい。じゃあ入ってくださいって扉開いた瞬間にアンディが紐を持って、行くぞーい。スタッフの人が、やめてください、やめてください。で、アンディが入った後、うん、だったよ、必ずそこおったよね、俺に言ってきたから。あのもう一人の人真顔で、もうこんな顔してずっと。だから次回からそういう作戦しようと思う人は多分止められますからね。気をつけてください。ね、はい。分かってほしいのが、思ってる以上にあの会場の空気ピリピリだった。やばい、ほんまにやばい。
全然笑いの感じないから、バリ気まずくいい感じなんですよ。飛行機が飛行機が。女性枠でも、初っ端から見てくれた人は分かると思うんですけど、やっぱうちらのグループの前のグループとか、全然なんか、ね、喋ってないっていうか、お笑い要素もなく、もうガチのオーディションやったじゃないですか。あれでも緊張するぐらい、一言発するぐらい、発するのでもすごいぐらいの空気感ですよね。やばかったです、あれは本当に。ほんまに。みんなピリピリして、楽屋とかすごかったです。ほんまにすごかったですね。で、そう、私のね、楽屋来た時に、まあ、今回のなんか私のなんか対戦かもって言われてるゆっちゃんが目の前におったじゃないですか。だから実は仲いいんちゃうかとかって言われてるんですけど、あれもう座るとこなさすぎて、みんななんか目の前とかに座らせられて全員無言なんですよ。あざすあざすお邪魔します。ここはあかん、ここはあかん。あれすごかったの、あの前に実は一回一人で行ってんねんな俺、うん、で、アンリーって言った時に全員携帯触ってたの一気にやる気がして、俺に俺関係ないやん、そんなピリピリせんでもやのに、なんか俺に睨まれてな。アンリー、あい、あの後アンリーどうなんだ、睨まれたの。え、もう何も言われてる、何も無言よ、気まずい。カナちゃん、今後うん、無言よ、めっちゃ気まずい。ちょっとなんか和気あいあい感出たっすよね。一瞬ざわーってしたやんな、なって、なんか笑ってる人もって、なんかいい感じにもなったんかなみたいな。全然あ、はい、しれっとみんな携帯の方で、はい、やっぱ女子って気持ちから入らないと厳しい人が多いみたいで。怖いっすね、でもまあ楽屋からみんな作り込んでたっぽいね。あ、めっちゃ怖かったもん。そうそう、怖いよ。俺だって男子は結構なんかざわざわしてるから、そのノリで飛んで飛び込んだら全然ちゃうもんな。だから兄、6人テーブルやってんけど、前3人こっち3人、誰一人として一言も喋ってない。しかもアンディめっちゃ甘い。なんか今から女子行ってくるわって電話かかってきた急に、行ったすぐやる。ちょっとやばそ、こっち雰囲気嫌やからそっち行っていいって言って、男子の方こうやって積んでやる。なんだ、耐えられんの。でもどう、ふみちゃん、あの、はい、ブレイキングダウンに移った後の反響って、はい、あ、でもすごいですよ、本当に。ライブで椅子してた人っすよね。椅子ですよね。あとはやっぱりその、やっぱこちらのチャンネルのファンの方もやっぱいらっしゃるんで、うん、どういう関係ないのか、なんで一緒のおんねんなんなんやみたいな感じで、めちゃくちゃコメントきますね。やっぱだから、姉さんのファンがやっぱめちゃくちゃ多いんで、姉さんのファンに勝手になんか嫉妬されて、よくちょっと狙われてるかもしれない。文章はちょっと怒り気味ですか。ちょっと怒ってる人もおるんですよ。ガチ感ある人もおるんで、そんなガチみたいな人もおるけど、まあありがたい話ですよ。でも見に来てくれてるってことなんで、ありがたい話なんですけど。僕はコメントで、YouTube の中から、はい、今回椅子いらんかったんちゃう。悲しい。今一人聞いたときに、はい、あ、嫉妬の方やったんやなって。いやいや、わかんないですよ。ほんまにいらんかった可能性はちょっといらないですよ。いるでしょ。いや、でも本当に、何でしょう、お金だけ出せよ、ほんまに。ほんまにね、でも本当に、なんて言ってたら、もうちょっと言葉選んでます。選ばないですね、皆さん。私の大切な椅子なので、大切にしてください。します。椅子として使ってください。ツイッターのコメントでも、はい、天竜人っていうコメントが、ああ、ものすごかったですね。なんか、天竜人一人だけおるみたいな。もう予告動画が出た瞬間に、天竜人する人多いやん。扱いに行ったら何になるんですか、僕。何に気になるんですかね。椅子。椅子。反対。2機を使う。ただ、反対が椅子。いいから、椅子。椅子の案件とか。高さ変わってない。あれさ、ちょっと一回休憩していいですか。うっさいって、お前黙っとけや。ちょっとすんま、ほんますんません。ほんますんません。ちょっと一回休憩。変わってないやん。確かに。見返したらそうなんですよね。あれは面白かったですね。でもほんまに椅子としてはすごい万能。あ、本当ですか。自分で動くもんね。こう言ってるんだよ。しかもなんかフィット感がやっぱいいよ。ヨギボンみたいな。ヨギボンから安定感。お願いします。はい。ふみちゃんモデル。ふみちゃんモデル。次からライジンのあの優勝者。ふみちゃんだ。僕こうなってました。勝利者インタビュー。素晴らしい。
触られることネットって怖いなと思ったのが、はい、今まではエイリアニキエイリアニキみたいなのに全カットされた瞬間もうエイリアニキいらんのちゃんみたいなコメントをブワーッと出してめちゃくちゃ可愛いっすお前ら正直やな可愛いっすいや面白いですよ僕が思いますけど僕スカウトしてくれてますけど面白いですもうエイリアニキはいらんえでも正直アニもいらんと思うわほんまやめてくださいあのほんまにガチで揉めてたさっきガチ揉め空気怖かったガチ揉め引けるんですよマジでということで締めときましょういや全員でねブレイキングダウンにね、はい、出れることを祈ってそうですねでもね、まあ、今回もし無理やったとしてもいつでも試合できるようにみんなねガチで練習しようそうですねじゃあ、ふみちゃん、ありがとうございます、はい、あ、こんな感じで終わっちゃうんですねっていうか、今度なんかご飯食べに行こうよあさあね、さあね、ご飯バトルとかするのうん、いいっすねあんりさ、結構さ、なんかその大食い系呼ばれることあんねんけどさ、はい、無理やん、食べられへんからふみちゃんに連れてったらいいのさ代わりにやってるそれで食われへんかった時、めっちゃ気まずいVS うちのスタッフどうあーめっちゃ食べるめっちゃ食うよ怖いな。そういう時に限って絶対負けんねん。え、でも行こう、ご飯。いいっすね、ご飯ありかもしれない。行こう行こう。ご飯行こう。ご飯全然ありと思います。じゃあ次の企画はご飯行きます。行きます。あら、ブレーキングダウンからご飯。で、またブレーキングダウン戻って。いや、次はご飯でブレーキングダウン。結局戦いなんですね。いや、楽しみですね。楽しみですね。ありがとうございます。もうぜひともここでもよろしくお願いします。どうもどうも、いっさでよろしくお願いします。姉さん、ついていきます。おばすません。ボール簡単、ボール簡単、ボール簡単。どうもどうも、楽しかったやろ。手上げたの好きやんけ。何だったの余裕ですけど。チャンネル登録、高評価。コメントお願いします。お願いします。アイドルだよ。